るときは部屋を明るくして離れてみてね。次の特集はスモールフェアリーズにしようよ。スモールフェアリーズ？あれみんな知らないの？今ネットで話題の伝説のバンドじゃないか。どんな風に話題なの？最高にイケてるバンドらしいとか、決して姿は見せないらしいとか、一度聞いたら忘れられないサウンドらしいとか。ねえちょっと待ってよ、そのらしいって一体何なのさ？実は僕もまだ聞いたことがないんだよ。だから伝説のバンドなんだ。何それ？いるのかいないのかわからないバンドってこと？これじゃシナモンの占いと一緒だよ。ん？当たるか当たらないかわからない。何よひどいわね。本当にいるさ。そうでなかったらこんなに話題になったりしないよ。その正体を僕たちマシュマロタイムスが突き止めようっていうわけさ。学校だけじゃなく世界中の注目を集めること間違いなしだよ。オッケー、クローブがそこまで言うならやってみよう。さすがサンディ。ただし私たちにもスモールフェアリーズの演奏を聞かせること、これが条件。そりゃないよ、どんな演奏するバンドなのか突き止めようっていうのがテーマなんだからさ。いいクローブ、ネットにはデマもいっぱい流れてるのよ。私たちはジャーナリストとしてそういうのに踊らされるわけにはいかないの。これはそういうのとは違うんだってば。じゃあその違うところを私たちに示してよ。あれこれ調べてみたらデマでした、じゃ記事にならないもん。楽しみにしてるから。次はナッツが提案してくれたマシュマロマウンテンの森を回復させる会の活動を取り上げるっていう企画案について。ん？探してくる。クローブは音楽プロデューサー。スモールフェアリーズ？知らないな。なんで店長が知らないの？音楽で知らないことはないって言ったでしょ。落ち着けよクローブ、私が知らないということは彼らはまだ CD を出してないのさ。じゃあなんでネットで評判になってるの？だとしたらストリートミュージシャンかもしれないな。ライブじゃなきゃ本当の音楽は伝わらないってレコードを出さないミュージシャンもいるからね。あ、それだよ、スモールフェアリーズ。全然聞いたことねえな。昔のバンドじゃねえか。昔のバンド？それよりさ、俺たちホワイトエレファント手続きしなよ。そうだよ、聞いてくれよ。喋った喋ったよ。スモールフェアリーズね。大昔にそんな名前のバンドがいませんでしたか？わしも大の音楽好きだが、そんな名前のバンドは聞いたことが。お、そういえば、確か本当に音楽を愛する者にしか聞くことができないと言われるバンドがあったそうじゃ。そのバンドの名前がスモールフェアリーズだったような。それだ。
本当に音楽を愛する者しか聴くことができないバンド。やあクローブ、音楽を愛する者か。クローブどうしたんだろう。ねえサンディ、さっき街でクローブとすれ違ったんだけど、声をかけても気づかないでなんかブツブツ言いながら行っちゃったんだ。クローブは何かに夢中な時っていつもそうなんだよ。結局スモールフェアリーズの演奏をみんなに聞いてもらうことはできそうもないんだ。やっぱり。でもやろうよ、伝説のバンドなんだ、絶対面白い記事になるって。ダメ、諦めな。でも噂を聞いたことのある人はいたんだからさ。約束は約束、諦めが肝心だよ。女の子にはその逆だけどね。今はそういう星の配置じゃないってことね。もっとスマートに行きましょう。ちじゃあナッツ、マシュマロマウンテンの森を回復させる会についてみんなに説明して。うん、マシュマロマウンテンは以前は豊かな森だったんだけど、伐採が続いたんで今では荒れ放題なんだ。そこで前のような森に戻すため木を植えようというのがマシュマロマウンテンの森を回復させる会の目的なんだ。問題はその活動資金、街頭募金をする予定になってるんだけど。マシュマロの森を蘇らせるためにご協力をお願いします。お願いします。ご協力をお願いします。お願いします。クローブ、あ、ご協力お願いします。お願いします。いやかわいい、私募金しちゃおう。私もありがとうございます。スモールフェアリーズ、君たち協力ありがとう。これでマシュマロの森は元通りに戻るね。みんな頑張ってくれたけど、残念ながらもっとお金がいるんだ。でも今日の努力は無駄にはならないよ。お金よりも森が大切だってことをみんなに知ってもらうことが大事なんだからね。じゃああと何回募金をすればいいのかしら。そうだな、あと1000回くらいやらないとね。1000回？一度失った自然を取り戻すのはとても大変なことなんだよ。なんだか骨折り損のくたびれ儲けって感じ。僕なんかデートの約束キャンセルしたんだぜ。私森を元に戻すくらい簡単だと思ってたわ。全然足りないなんて。でも小さなことからコツコツとってことだから。大変だってことが分かっただけでも大収穫よ。記事にすることが意味を持つってことだから。サンディ、僕とっても楽しかったよ。そりゃあんたはみんなに可愛がられてたからね。本当に音楽を愛する者しか聴くことができないバンド、それが本当なら僕は聴くことができるはず。でももしそれが聞こえなかったら。ライブ会場？どういうことだ？なんでこんなに小さいんだ？お邪魔します。クローブ、どこ行っちゃったんだろう。どうなってんだ。うわっ、クラウド？クローブ？どうしてここへ？クローブの様子が変だったから。でもここどこ？さあ、ようこそスモールフェアリーズワールドへ。あ、ちっちゃい。スモールフェアリーズって小さな妖精って意味だけど、
本当に妖精だったんだ。僕たちは真に音楽を愛する人にしか姿は見えない。勝手ながら君を招待させてもらった。僕の熱意が通じたんだ。でもクラウドも真に音楽を愛する人なわけ？いや、彼は特別サービス。は？まずは僕たちの曲を聴いてもらおうかな。喜んで。音楽を聴いてこんなに心揺さぶられたの初めてだ。感動したよ。じゃあ招待しておいて悪いんだけど、気持ちだけでいいからチップをお願いできるかな。え？僕たちお金がなくて困ってるんだ。妖精なのにお金がいるの？こんな世の中だからね、妖精もお金を稼がないとやっていけないのさ。そうなんだ。妖精さんも大変だ。そうだ、君らの音楽を CD にして出そうよ。それはいいけど、僕たちはどうしたらいいのか。それなら僕に任せてよ。素敵な曲だったね、クローブ。ああ、サンディにも聴かせてあげたいな。いいかい、クラウド、今日のことはサンディには言っちゃダメだよ。え、どうしてなの？どうしてもさ、このことは誰にも言わない、秘密にしておくんだ。秘密？そう、僕たち二人だけの秘密だよ。クローブ！どうしたの、その格好？何の儀式？デートかい？貫禄あるな。いくらしたの？ちょっと悪趣味じゃない？まあ、なんとでも言ってくれたまえ。音楽プロデューサーとしてふさわしい格好をしただけだからさ。音楽プロデューサー？スモールフェアリーズを見つけたんだ。へー。だからってどうしてクローブがプロデューサーなんだい？彼らはお金がなくて困ってるんだ。だから僕がプロデューサーになって音楽を売り込もうというわけさ。そんなことできるの？そこでマシュマロタイムスのみんなの協力が欲しいんだ。ダサい曲なら勘弁してね。そうよ、私が気に入ったら協力してもいいわ。それについてはご心配なく、これを聴けばわかるさ。素敵！貸して貸して。わお、あたいも。僕にも聴かせてよ。僕も僕も。私も。サンディ、条件は満たしたよ。スモールフェアリーズの特集、マシュマロタイムスでやってくれるよね？しょうがない。サンディ、喜んでやるって素直に言いなよ。私、売り込みに協力したいわ。私も。早速バンドのみんなにインタビューしよう。それはダメ。なんでよ。彼らは絶対に人前には出ない謎のバンドなんだ。謎のバンド？でもスモールフェアリーズの記事を最初に載せるのはマシュマロタイムスだってことは約束するからさ。クローブったらすっかりプロデューサー気取りでさ。しかも絶対に人前には出ない謎のバンドなんて言っちゃってさ。音楽だけじゃ十分勝負できるのに。あのね、サンディ。何？あ、なんでもない。すごい。本当にここへ売り込みに行くの？ああ、心配ご無用。
このサウンドを聞いたら誰だってその気になるさ。ここは子供が来るところじゃないんだよ。さあ帰った帰った。テープを聞いてもらうだけでいいんだ。ここへ来る連中はみんなそう言うよ。頼むからプロデューサーに会わせてよ。ダメと言ったらダメ。門前払いじゃどうしようもないわね。ダメだよ、これくらいで諦めちゃ。そうは言ってもガードは硬いし。廃車のガードが硬いならそうでないところから攻めるだけのことよ。ランチを終えたら少し街をブラブラするつもりだ。あの人が大プロデューサーのエブスタインさんだ。なんだあれは。申し訳ございません、すぐに追い払います。なんで隠れんのよ。だってなんとなくおっかないんだもん。しっかりしなさいよ、あんたプロデューサーでしょ。そうだ、堂々と正面から行けばいいんだ。あ、いない。君たち、私に用があるんだろう。隠れてないで出てきなさい。スモールフェアリーズね。これを聞いて私は君たちに声をかけたことを後悔することになるか、はたまた神に感謝することになるか。神に感謝することになりますよ。自信たっぷりだな。これは、なんて素晴らしいバンドなんだ。神に感謝するよ、すぐに契約しよう。メンバーを連れてきてくれたまえ。それはできません。 What? 彼らは絶対に人前に出ない謎のバンドなんです。それもよかろう。だったら君が窓口だ。ぜひ我が社から CD を発売させてほしい。こちらからお願いするよ。クローブの言ってたスモールフェアリーズ、子供に先を越されるとは。まだまだ修行が足りんな。ありがとうございます。かっちょいいな。俺たち出る幕なしってか。これが伝説のスモールフェアリーズか。長生きはするもんじゃの。本当は誰にも会わせないって約束なんだ。でもこんなに売れたのはみんなの協力のおかげなんだし、きっと彼らも会ってくれると思う。インタビュー受けてくれるといいな。あたい CD にサインもらうんだ。あたし一緒に記念写真撮るの。握手してもらうだけで感激さ。ここだよ、ここにスモールフェアリーズがいるんだ。クローブふざけないでよ。ふざけてなんかないよ、見えるだろ。何もないよ、あんた本気で言ってるの。本気も何もみんなの目の前にあるだろ。本当に見えないの。クラウドには見えたのに。やっぱり見えないよ。真に音楽を愛する人にしか見えないって本当なんだな。何よ、私たちは真に音楽を愛してないっていうの。失礼しちゃうわ、みんな行こう行こう。街ではすごい評判だよ。それはとっても嬉しいな。
レコード会社から売上金をもらってきたよ。おお、そんなに？スモールフェアリーズはもうビッグスターさ。すぐに2枚目を作ろうよ。いや、これだけあれば十分。僕たちはひとまず引き上げるとしよう。そんな、ここでやめちゃうなんてもったいないよ。次のアルバムのコンセプトも計画してたのに。僕はもうお払い箱ってわけかい？いろいろありがとう。さよなら。わあ、ちょっと、ああ、消えた。せっかくデビューしたのにさよならなんて。クローブ、みんな、マシュマロマウンテンの森を回復させる会に大金が寄付されたんだ。本当？しかもそれを寄付したのがなんとあのスモールフェアリーズなんだって。CD の売り上げを丸ごと寄付してきたらしいよ。すごい。そうか、それが彼らの本当の目的だったんだ。スモールフェアリーズのおかげで計画は大幅に短縮されそうです。ありがたいことだ。あれはスモールフェアリーズだ。どこかへ消えたって噂だけど、どうしてこんなところで聞こえるの？彼らは本物の妖精だからね。それじゃあバンドの名前そのままだよ。真に音楽を愛する者として、たった一枚でも彼らが CD を残してくれたことに感謝しよう。スモールフェアリーズは本当に伝説のバンドだったんだね。ああ、マシュマロタイムス、パパ、リストラの危機。